1 9 1 6年8月8日は、日本楽器製造株式会社の創業者。日本における初期のオルガン製造者の一人であり、日本のピアノ製造業の創始者の一人でもある。加盟4年4月20日、貴州藩の下級武士だった、山葉孝之助の三男として生まれる。父が、貴州藩で天文係を務めていたこともあり、幼少の頃から、機械いじりが得意であった。 また16歳頃には、剣術修行に出て、大和の小野配置刀流の師範、沢田高友の下で腕を磨いたという。二刀流にも造形があったという。だが、後に、職人の道を歩むこととなる。明治維新後の1871年に、長崎に出て、英国人の下で、時計の修繕法を学び、その後大阪の医療器具店に勤め医療器具の、 修理工として働いた1884年から浜松支店に駐在していたが医療器具の修理だけではなく時計をはじめとした機械器具全般の修理などを請け負っていた。1887年に浜松神城小学校アメリカ製オルガンの修理を手掛けたことからその構造を学び、1888年に 日本最初の本格的オルガンの製造に成功した。1889年に合資会社ヤマハ風琴製造所を設立した。1891年にはヤマハ風琴製造所が出資引上げにより解散するが、河井喜三郎らと共同でヤマハ楽器製造所を設立した。1897年10月12日に資本金10万円で 日本楽器製造株式会社に改祖し、初代社長となった。1899年、アメリカへ5ヶ月間の視察旅行に出た。キンボールや、メイソンハムリン、スタインウェイサンズなどを視察し、1900年にアップライトピアノを制作。1902年3月、緑樹法賞を受賞した。浜松鉄道の取締役も務めた。 河合楽器製作所創始者の河合小市、山原沖地を育てた。1911年、浜松市会議員当選、浜松市会副議長に就任。1916年8月8日、死去。去年66。山葉楽器製造所オルガン浜松人情小学校のオルガンは1887年にアメリカから輸入され寄付された。 リードオルガンで45円であったという。トラックスの木は修理の際にこの構造を模写し、自分は3円で作る自信があると言ったという。当時浜松で飾り職人をしていた河合木三郎と協力し2ヶ月後にオルガンを完成させたが、浜松の小学校や静岡の市販学校での評価は低かった。そこで東京の音楽取り調べ所までオルガンを運んだ。 東海道線が全通していなかった当時、オルガンを担いで、徒歩で箱根峠を越えての状況だったという。音楽取調べ書御用係、伊沢修二の評価は、調律が不正確というものだった。音階や、調律の知識のなかったトラックスの木は1ヶ月かけて、音楽取調べ書で、音楽理論を学び、河井木三郎の資材を持って、オルガン第2号を制作した。 1890年に、第3回内国官業博覧会にオルガンを、出費未死に投奨。磯部戦士編、ヤマハトラクスの木沖縄日本楽器、製造株式会社内、ヤマハトラクスの木沖縄銅像建設事務所、1929年、非売品。社子日本楽器製造株式会社、1977年。ありがとうございます。